こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネルダイスです。今回はポケットモンスターレーティングバトルやっていきます。違う、ポケットモンスターサンムーンレーティングバトルやっていきます。こっちが正しい、間違えちゃったでは、バトルスポットに行ってレッド戦に向かいます。よし、ではでは、今回の最初の方は日本の方かな、どっちだろう。なんか最近ね、海外の方ともよく当たるようになっていて、グローバルだなって思っているんですよね。うん、私のチーム構成はこんな感じ。今はですね、鬼しずくもちゃんとエンニュート置いてきている状態です。はい、ということで1412まで戻ってきました。1400、ここからね1500に戻れるようにもっともっと頑張っていこうと思っています。何がいいかな。音をね、ウルトラビースト使ったり、ルザミーネ2がある、2、あ、1エーテル、あ、1がいい相手の方が見つかるかどうかっていうところもね。あ、見つかった、セレーナさん、よろしくお願いします。相手の方が100ぐらい高いレートが高いよ。あ、やっぱリザードンはいるんだな。リザードン、どうしようかな。それで言うとギルガルドとミミキはうちも一緒。マンムには、マンムとバシャモにはパルを当てたい。キューコンから始まるかどうするか。いや、いいや、キューコンミミキ当てたいな。迷いますね。パルミミキリザードにします。でもリザードを持っていったところで、いや違うな、カイリュウかリザードンか、あれリザードンか馬車もん。はい、よろしくお願いします。やっぱわかんないや、わかんないもうあー、読めない。一番最初に出てくるの誰どのポケモンさんですか。うちね、パルちゃん、パールを出しますよ。あ、ギルガルドからか。どっちかな、毒系ギルちゃん。まあまあ、破りましょう。とりあえず一回破りましょう。遅く作ってあるってことは、私が作ったギルちゃんと同じ気がする。キングシェルド持ってる方じゃない。シャドーボール、あ、そうだね、同じだと思うな。大丈夫なんだな。これで打ちに行こう。まあ今一つなんですけどね、本当に今一つだけど、つららばりする。あ、影打ち、そうか、パルシェンはこの流れでギルガルド使えばいいんだ。あ、なんかすごく勉強になりました。私もこれ使おう。ほい、ミミッキュね、どうする。ミミキュー舞う、舞わない、舞わない。ギルガルドには一回舞っちゃうと多分取られると予想します。影打ちするもんね。でこれで一回取られちゃうから、取れちゃうから、こその舞わずに1シャドウクロー、ういよし、オッケー。で、次何が来るか。読み間違いなければ、きっとマンムー。マンムーじゃないかな。マンムー来ないかな。あ、やっぱマンムーか。そうだよね。どうする？
どうする？じゃれる。頑張れ。よし。地震。これ地震耐えるかなーって思うけどね。地震耐えらんないんですよね、ミミッキュー。そうなんですよ。ギルガルドは耐えられるんだけどね。硬さが。ここでもうちょっと怖い。全危機。頑張れ、リザードン。うい。さあ、どうするか、リザードン。火炎放射をとりあえずここで入れていこう。メガ進化その後。した方が良かったかすごい迷うけどね。あー、氷の粒ってだ。痛い。玉持ちマンムだ。よし、よかった。ふぅ。最後何が出てくるか。うわ、バサモなんだね。リザートどうする？メガ進化する。で、気合玉する。メガ気合玉。頑張れ。左からのバサも守るの。ありゃ、気合玉が入らない。加速入る。どうする？へえ、気合玉しかないよ。でも一回加速入ったらストーンエッジ入るよね。痛い。いやー、急所倒れた。ありがとうございました。これバサモに当てるとき気をつけないとだね。何を連れていけばよかったのかな。うん、ありがとうございました。負けちゃった負けちゃった。今の負け取り返したい。ということで2戦目行ってみます。ほい、続ける。1401。ここからまた頑張ろう。ポテサラさん、よろしくお願いします。マムちゃん、あー、うーん、これレザードン連れて行かない方がいいかな。でもマンムーの時にリザードンがいいですよね。パルシェンの選抜はもう決めたんですけど、他ミミッキュだな。カプ系が多いっていうのとあるので、これでいこう。ほい、パルミミッキュリザードン。ハッサム、ボーマンダー。目がするんだったらどっちかだと思うんですよね。どっちかで目が進化しながら、多分これ縦で連れてくるように組んであるのかな。レヒレマンムハッサムのパターンと、なんかテテフさんボーマンダー目がして最後押していく感じのパターンと2パターンで組んでるの ?2 パターンで組んでるの。よろしくお願いします。よし、頑張ろう。あ、初手からハッサム、ここに行くのがパルシェン。パルは何をしようかね。目がここで釣るかな。いや、破ろう。私、ボーマンダのために、パルを連れてきてるっていう。
カチャって。ハッサムもね。あれこっち早いん。よよ。あ、でもバレットパンチがあるか。一発。一発バレット。あれ？バカ力？いてー。よいしょ。攻撃防御下がる。ロックブラスト？バレットパンチ使うと思ったんだけどな。その時は一発でミミッキュでなんかするっていうのもありなんですよね。ちょっとパルシェにしちゃったけど、ハッサムの勝ち方2パターンぐらい作りたいです。うん、なんか多いんですよね今。あ、引っ込める。これで、あ、マンムー出すの。あ、いや、ロックブラスト当たらなかった。スマートフォン、マンムー早いかな。でも一回殻破ってるから、あ、向こうか。悲しい。パルシェお疲れ。そっか、粒手が入ってるのか。ここで言うと、もうリザードンで行ってみます。ほい、行くぞー。リザードンメガシンクからの火炎放射で決めよう。よし。はい。マム、玉持ちかなと思ったけど、違うっぽいですね。たすき持ちかな。火炎放射。いいよ。岩石封じ。痛い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 。一発じゃないか。リサドンごめんね。何でやったら今打ち果たせたかな。やっぱ硬いな。頑張れミミッキュ。いいよ。舞うか舞わないか迷うけど、3体も残ってるからじゃれとこ。あー、氷のつぶては1回だね。じゃれます、私。うまくじゃれて倒したい。よし、オッケー。危ない危ない。あー、今回は負けてしまいそうです。もうミミッキュしか残ってないし、ハサム硬いし、もう一体誰だったんだろう。まあ、シャドウクローかな。バレットパンチ持ってるよね。さっきやらなかったのは、いろいろとあったんだね。いやー、厳しい。ポテサラさん、ありがとうございました。また負けちゃったよ。厳しい。でもすごい楽しかったです。ありがとうございました。悩みますね。よっ。はい、ということで、また1300台の後半ですが戻ってしまいました。うわぁ、ここから上げられるようにもっとやっていこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、See you!